です。今日もおやつタイムです。今日のおやつはこれ。山吉、聞いたことないメーカーなんだけどね、あんまりね見たことないメーカーです。このロゴもまっちゃん初めて見ました。てか見てたかもわかんないし食べたかもわかんないけど記憶になかったです。まあ、そのことはどうでもいいんですけども面白いの見つけたから買いました。炭火焼き鳥、柚子胡椒味、桜島鶏エキスパウダー使用って書いてますね。柚子胡椒味、ピリッと辛い鶏の柚子胡椒焼きって書いてますね。裏にはね、説明書いてあるんですけど、九州地方の郷土料理、鶏の炭火焼きの味わいをポテトチップスで再現しました。柚子胡椒の風味が癖になるお酒のお供にぴったりの味わいです。ぜひ一度ご賞味くださいって書いてあるんですけど、イメージ写真がすっごく美味しそうなの。あ、見えてきた。はい、あっちゃんね、九州は行ったことないんで、九州の郷土料理って食べたことないんですけどね、九州って食べ物美味しいらしいですよね。一度行ってみたいです。はい、誰か誘ってください。炭火焼き鳥ってどこででもね、よく食べられるんですけどね、柚子胡椒が効いた炭火焼き鳥って美味しそうですよね。はい、なんかね、このポテトチップス食べる前にこれを食べたいです。はい、まあ、吸っていっても仕方ないんでね。桜島鶏 100% 使用、すごい強調されてるんですよ。なんか桜島鶏を強調するってすごい、なんかそこ力入っているんでしょう、ね、そんなことより早く食べたいんで。あ、山吉ってわさビーフのところです。はい、これフェイスブック書いてますけどね、わさビーフは食べたことあります。はい、そういえばね、こんなロゴがついてた気がしますね。はい、なんかどうでもいいんで開けますね。うん、はい、なんかね、また冷え性で指がねちゃんと動かないんですよね。寒いです今日もね。はい、中身こんな感じです。あ、匂いがねすごい、なんか焼き鳥の匂いがします。はい、これちょっと期待も出ますよね。はい、ちょっとね、出してみます。見た感じはね、普通のポテチですね。はい、これなんかね、パウダーもそんなにわかんない。一枚匂いだらね、焼き鳥の匂いはしません。はい、では食べてみます。あ、すごい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 、めっちゃ焼き鳥。うん、炭火焼きの焼き鳥の美味しい味がします。はい、これすごい美味しいです。うん、で柚子胡椒の味も、うん、ピリッとのね、うん、胡椒、うん、すごい美味しい。柚子胡椒がすごい効いてるね。はい、あ、唐辛子も書いてある。唐辛子の辛さか、まあどっちでもいいんだけども、ほんと焼き鳥に柚子胡椒塗ってから食べてる感じがします。うん、おいしい。これはいいです。すごくおいしいです。はい、なんか焼き鳥食べたくなってきたな。家でね、焼き鳥ってなかなかうまく焼けないもんね。焼き鳥屋さん行きたいな。はい、
なんか、あっちゃんね、あんまりビール飲まないんで、グレープフルーツとか系のチューハイとかでこれ食べたら美味しいかもわかんないですね。はい。ってことで、今日は、山吉のポテチ、炭火焼き鳥柚子胡椒味のポテチを食べました。またね、いろいろね、面白いのコンビニ探してくるんで、見つけたらまたレポートしますね。ってことで、またね、バイバーイ。